キボッキさん。反射なんてとんでもない小心者のつるっぱげ、夜中に足つり死に目に遭い、朝方トイレに必ず行く、毎日毎日うざいポストをするパッキポッキです。はい、パキパキです。今日も一日お疲れ様です。はい、お疲れ様です。今日は水曜日ということで、私お休みいただきました。ありがとうございます。ペコリッドローンということですが、今日のこちらの方面は雨が降ると言われてあったんですが、とりあえずパラリしか降らないって感じですかね。水曜日は 90% でジャーンとね、ザザ降りになるっていう話やったんですけど、全くやったなぁ。どっちかというと晴れ間が見えた感じで、まあムシムシするまでもなく、気温もそんなにね、高くなるまでなくっていう感じで、まあ曇りという感じですかね。はい、お疲れ様でございました。今日はですね、朝から植物屋さんもありましたよ。福岡市の西区ですかね、西区の方のから平田ナーセリーさんのオドですね、オド店が行きましたね。まあ、結構平田ナーセリーさんでも結構敷地が、広く、結構植物の、種類も多く、いろいろありました。まあ、ブラートさせてもらいました。ちょうどね、入り口のところにミニクーパーですかね、を飾っております。ミニクーパーにこう寄せ植えというか、エケベリアとかね、あとアガベだとかね、リュウゼツラン系ですね、はい、置いてあるところなんですけど、まあ、有名なところなんですけどね、はい、そういったところでした。結構内装の方もちょっとちらっとこうワークスペース、ワークス、なんていうんですか、ワークスペースっていうんですかね、なんかワークショップをするときに、行うようななんかスペースがまたできたりね、なんかしておりましたですけどね。で、その後に、これも西区なんですけど、エフェクト、エフェクトさんっていったところに行ってきまして、去年1回行ったっすかね、はい。で、今回2回目ということで、はい、なかなか今回も、種類多く、取り揃っておりましたですね。結構、敷地もね、広いんですよ。で、植物の種類も多くてですね、楽しいです。もう見て回るだけでも。で、あそこも重営してるんですけど、アガベとかね、サボテンだとか、あとオリーブだとかですね、もういろいろ種類があります。もう目移りして、あれもこれも欲しくなってくるような感じで、で、鉢とかもね、充実してて、結構いいなという感じのところでした。で、あとは最後、その帰りの道中にちょっとなんか植木屋さんがあったんで、まあ、ちらっと、言って、そこはまあ、いまいちゃったかな。そんな感じで、今日一日は植物屋さん巡りで、終わったんじゃなかろうかというような感じでね、思いましたですけど、皆さんの休日いかがだったでしょうか。はい、じゃあこの続きはまた後でーす。はい、パキパキさんのぼやき続きですということで、お疲れ様でございます。皆さんのポストなかなかちょっと見れてはないんですけど、マッサラ DJ さんですね、我らがマッサラ DJ さんとファカクタスオブレインさん、ファカさんですね、オリジナル T シャツ届いたみたいで、今年の夏のイベントはこの T シャツで、迎え撃つぞみたいなね、なんか感じで、ストーリーされていました。ありがとうございます。私のデザインでしたっていう感じですけどですね。なんかちょこっとね、スズリでなんかタンブラーを買っていただいた方いらっしゃったんですけど、どなたなんでしょうね。こそっと買っていただけるんですけど、なかなかこうポストしていただいて、いただけない時があるので、どなたが買ってるのかがわからないので、ありがとうございましたっていうのはちょっと言えないんですけどね、まあ、この場を借りてありがとうございますっていう感じでね、思ってるんですけど。あとは何かあったんですかね、まあ、シフトサロンさんが、結局、ミスタープランツさんですかね、ミスタープランツね、はい、第3回目が終わったということで、やっぱ一日だけっていうのはやっぱすごいなんかあっという間感というかロス感がやっぱあるでしょうね。そう思いますよ。で、結構な人数集まってたんじゃないかなとか思うんですけどですね。ちょっと内容はちょっとよくわからないんですけど、夜の部もね、なんか結構楽しそうだったみたいで。
シフトプランさんは遠藤にとかね、本当ね、さっき自分はフミヤですって言ったんですけどね、はいとかね、まあフミヤ説もあるでしょうと。でもあの遠藤が一番似てたんじゃないかなと思うんですけどねまあそんな感じだったんですけどですね。あとはどうすかね、なんかちょこちょこライブとかもあってたんですかね。あのサボさんとかもやってたみたいで、サボ島さんのなんかプランツタグ、キャンペーンみたいな感じ、プレゼントキャンペーンみたいな感じで応募してたんですけど、もう速攻外れてましたですけどね、あの人が当たってたね、和の国さんがね。あの人結構引き当てるよね。あのグリムさんもやし、アガスワさんも結構そうやけど、ちょいちょいなんか結構運を小出しに使ってますよね。自分まだそのなんかこうプレゼント株一丁当たらんすもん。びっくりするぐらい当たらん、本当にびっくりしますよ、本当ね。なんかこう応募しても全然ダメじゃんっていう感じですね。でも応募しないと当たらないからですね。まあ、当たり前の話で、そこで運をつかめたら宝くじ買ってくれた方がいいんじゃないのかなとかってね、思うんですけどですね。またそれはまた別の運なのでしょうかという感じですね。さて、今日福岡市、7月の14から30日は世界水泳ということで、これはどこであるの、そこはね、福岡の、あれベイサイドの近くであるのかな。そこでなんかあるみたいですけどね。またそこの時はもう車多いんでしょうね。今日水曜日やけどね、車さすがです、多いっす。やっぱ都会は多いっていう感じですね、車がね。私も20年ぐらい前は福岡でずっと住んでましたけど、やっぱね、あの本当渋滞当たり前やったから、もうその感覚を久しぶりに思い出すような感じで、もうなんか今住んでる、北九州方面ですかね、あっちの方はどれだけ渋滞ないかってやっぱ思いますもんね。だね、慣れたらやっぱそういうのがイライラしてくるもんなんだなとかって本当思いますね。はい、さてまた明日から、1週間また始まっちゃうわっていう感じなんですけど、皆さんはあと2日頑張ったらですね、はい、また土日お休みが来るんですけども、6月もあっという間に終わりますよ。今からちょっとね、梅雨ですからですね、これが抜けて台風が来てっていう感じなんでしょうけど、その間どれぐらいこの夏日が来るかという感じで、もう群馬の方では30度超えしてるんでですね、また地獄のような暑さが来るんじゃなかろうかと思いますけど皆さんくれぐれも気をつけてお過ごしくださいねということで、今日はこんな感じで終わろうと思います。お疲れ様です。てっけにじー。どこまで行くの僕たち、今夜このままずっとここにいるのかい。はち切れそうな、飛び出しそうな、生きているのが素晴らしすぎる。キスしてほしい、キスしてほしい、キスしてほしい、キスしてほしい。二人が夢に近づくように、キスしてほしい。でん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 、うーえー、僕が今見ているのが世界の片隅なのか、いくら
探したってそんなところはない、うまくいかない時、死にたい時もある、世界の真ん中で生きてゆくためには生きるということに命をかけてみたい、歴史が始まる前、人はけだもの、今夜僕は叫んでやる、王様は裸じゃないか、ドゥドゥドゥ、今夜僕は叫んでやる、王様は裸じゃないか、